いにしえの時代、主神オーディンは兄弟たちと力を合わせ、原初の巨人を倒し、世界を創造した。大樹ユグドラシルのもと、深海、地上界、冥界、そこに暮らす神々や人間、それらすべての命が生まれた。そして幾世相を経たある時、平穏は破られた。神童フェンリルが世界に牙を剥いたのだ。神々の居城へ攻め寄せた神童の軍勢を主神は迎え撃つ。世界全土を巻き込む深海戦争の始まりだった。戦いは長きにわたり、海は荒れ、大地は裂け、多くの命が消え果て、世界は崩壊していった。それでもなお決着はつかないまま、その日は訪れた。幾多の激突の末、神童の牙が主神の喉笛を裂き、主神の槍が神童の眉間を貫く。両者は瀕死の傷を負い、深海戦争は終わりを告げた。しかし崩壊は止まらず、ついには終末を告げる角笛、ギャラルホルンが吹き鳴らされた。巫女の予言書を紐解いた主神は知っていた。すでに世界は終末、ラグナロクの渦中にあることを。それは予言されていた終焉。すべては黄昏、虚無へと進んでいく。主神オーディンは滅びの予言に抗うべく、残された力を持って新たな神族を創造した。キリーよ、聞こえているか。私はオーディン、この世界を滑る神であり、お前の創造主だ。声が聞こえているのならば、奥へと進むがよい。すぐ目覚めの時を迎える。その前に、私自ら最後の手ほどきをしてやろう。歪みした魂、今解き放たん。
その運命終止符を打つ。無駄な抵抗だったか。棋戦を制する。断りに従わぬよう。歪みし魂を今解き放た。キリン、死者の魂を刺激する力がある。特別に私が感知した魂の情報を共有してやろう。神に逆らう愚か者たちめ、足で稲妻。好都合だな。いい形を貫け。使命を全うせ。私にお任せください。アジアリーチゲットを抜けしました。後ろに控えております。無駄な抵抗だったな。謎解きはお任せを。
手加減は不要だ。離れた敵もお任せか。はい。お前には果たさねばならない大きな使命がある。そのためにも力の扱い方を覚えておくがよい。我が使命により貴様らを浄化する。ライトニングボルト、我が眷属、勝利を挙げる。無駄な抵抗だったな。我が使命により貴様らを浄化する。任せる。先ほどからお前が戦っているのはアンデッドと呼ばれる亡者たちだ。不浄なる魂の慣れの果て、実に汚らわしい存在だ。一切不要者は不要。立ちはだかる者は皆切り捨てる。
神に逆らう愚か者たちも。私を甘く見るな。拝見いたします。このようにアンデッドは群れをなす。魂を刺激し、すべての障害を打ち払うがいい。手加減は無用だ。ご命令、この国の戦場をお作りいたします。なりました。
次に備えねばな。歪みし魂よ、今解き放た。足で稲妻障害を打ち倒し、目覚めの時を迎える。
その運命に終止符を打つ。なるヴァルキリーよ、この世界は今ラグナロクの渦中にある。全てが滅びに瀕しているのだ。先の戦争で深海、そして地上界から多くの命が失われ、私も悪しき神狼を相手に深手を、その中で救済の使徒としてお前を創造した。主神オーディンがお前に使命を与える。我が手足となりて世界を救え。仰せの通りに。まずは地上界へ向かい魂を浄化せよ。
今や地上界には多くの魂が滞留し続けている。これらを浄化し、世界の崩壊を食い止めよ。承知いたしました、オーディン様。アンデッド、これが滞留した魂の鳴り肌が全てか。厄介な相手だった。その運命に終止符を打つ。浄化を進めよう。無駄な抵抗だった。我が使命により貴様らを浄化する。いかがしを貫け。当然の結果だ。
僧は将のもとに滅せよ。我が使命により貴様らを浄化する。断りに従わぬ者よ、私は止まらない。